橋口治は日本の官僚、広島銀行頭取、広島商工会議所会頭を歴任した。学習院初等科中等科高等科を経て、1943年に東京帝国大学法学部を卒業、大倉省に入省する。理財局に配属。大倉大臣秘書官や大臣官房文書課長、東京税官庁、 内閣官房内閣,内閣内政審議室長などを歴任。大倉官僚でのキャリアは銀行局が中心であるが、フランチャイズ制打派の人事の一環として、1969年8月15日主計局に次長として送り込まれる。1971年6月11日、理財局長。1973年6月26日、主計局長に就任。 事務次官に昇格するものと思われたが、田中角栄内閣下で編成した1974年度予算が、首相の指示で放満財政になったためこれに反対、核復戦争に半ば巻き込まれる形で、事務次官に就任できず、新設の国土事務次官に押し込まれた。主計局長になりながら事務次官の座を逃したのは、福田武雄以来のことであった。退官後は、厚生取引委員会委員長。 広島銀行東取、同会長を歴任した。広島銀行会長を在任中に、広島に本社のある松田とホードとの提携事業をまとめた。ありがとうございます。